現代サッカーにおいてひときわ輝きを放つ一撃必殺の妙技、ね、わずか数秒でゲームの流れ、そして勝負の行方までも変えてしまう魔法の行為、ね、それがフリーキック。しかし一体なぜ選手たちはこのようなキックを蹴ることができるのだろうか、うん、今回番組ではあるスーパースターのフリーキックを徹底検証。キッカーたちはこんな魔法をかけていた。魔法今回検証するキッカーは、こんにちは、ピクシーです。元名古屋グランパスエイト、ピクシーことドラガンストイコビッチテクニシャンで知られているピクシーだが、実はフリーキックの名手。世界レベルのソロキックで直接決めたゴールは数知れず、今回はそんなピクシーのフリーキックを徹底検証する。すごいね。Beautiful things in football is a free kick because it's very exciting. The people they love, especially when a kicker scored a goal. その通りやね。And I'm coming today to make some demonstration. ピクシーのフリーキックを分析するためになんと10台ものカメラを用意。10台。その中でもこちらのカメラ、1秒に2000コマも収録できる超高速カメラでボールに魔法をかける瞬間を捉える。本気や、すごいな。ボールを蹴る状況、壁5枚、そしてゴールまでの距離25メートル。これは1990年イタリアワールドカップ対スペイン戦においてピクシーが実際にこの美しいフリーキックを決めた形。今回はその状況と同じポジションで蹴ってもらうことに。若い。その前にこの位置からのゴールパターンを聞いてみると、高村さん言ってたの？ Three choices. First is over the wall in the first angle. Second is waiting to go another angle. So if you shoot well, also you can score the goal. And third is to just kick very strong in the angle of goalkeeper. 整理すると、1つ目は壁を越えて右隅を狙うゴール、2つ目はキーパーの逆を突く左隅を狙うゴール、そして3つ目はキーパーの方向へ強いボールを蹴るゴール。果たしてピクシーはこの3つのゴールパターンを決めることができるのか。まずは壁の上を越え、ゴール右隅を狙う。ちなみに壁、そしてキーパーにはピクシーがどこに蹴るかは内緒、その反応にも注目したい。位置を確認してステップに入った。光栄学入った。光栄学入った。気持ちいい。見事に壁の上を越えて右隅にゴール。しかし一体どのように蹴っているのだろう。どこを蹴ったんですか。 It's very important that the ball should be kicked by inside the part of foot. It means this part. ここですか。ボールを蹴った場所は足の横側、インフロント。 And after In the right position、そしてボールの中心から少し右側を蹴っているという。これはできへんね、なかなか。こうして見事決まったわけだが、超高速カメラで実際にインパクトの瞬間を見てみると、かっこええ。なんか確かにボールをすくうように足首を曲げ、そして回転をかけるようにボールの中心の横を蹴っていることが分かった。分かりやすい。ボールがどこに飛んでくるか分からないキーパーは壁が完全にブラインドとなり、この回転して落ちてくるボールに反応が遅れていることが分かる。いいね。オリンピック代表阿部勇樹がコスタリカ戦で決めたこのフリーキックもこれと同様の蹴り方、ね、場所はインサイドだがボールの中心の横を蹴り激しい回転をかけていたので、それではパターン2、壁を越えゴール左隅を狙うキックに挑戦。曲げてきた、きた。曲げてきた、きた。見事宣言通り左隅にゴールゲット。右足のなんていうの、コントロールの仕方の違いというのはどういう感じなんですか。The difference is that for this free kick I use踏み込みも違うもんね、またね。Rotation. 高速カメラを見るとボールの蹴り方はインフロント、パターン1とほぼ同じ。しかし蹴った後の足首の方向が全く違う。巻くようにボールを蹴り、より多くの回転をかけていた。
ただ驚きなのが軸足が2つとも同じということ。その結果軸足を見て蹴る方向を判断したキーパーは一瞬判断に迷い反応が遅れてしまっているのである。中村俊輔がコンフェデレーションズカップで見せたこのキックもピクシー同様多くの回転をかけキーパーの逆をついている。それではパターン3、お次はキーパーの方向に強いボールを蹴りゴールを狙う。怖いな右の子に入った一直線のボール一直線のボールガンガン。あ、カメラ。このキックほとんど回転していない。一体どのように蹴ったのか。You must kick very well with the front of your foot. Here. 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 このフロント。フロント。Your attitude. バッ。And you stop. バッ。それは2本も一緒やね。基本は。このキックの蹴り方はボールのほぼ中央をインステップで強く蹴るというもの。ボールを押し出すように力を垂直に与えることで浮き上がるのを抑えている。回転しますね、回転しますね。そうすることでボールの回転を抑え猛烈なスピードでゴールに突き刺さるのである。ボーリングでも難しいよこの直線は。すごい。ボールに入った一直線のボール。ちなみにロベルト・カルロスもこの蹴り方を多用する。インステップでボールに強いインパクトを与え無回転に近い状態でゴールに突き刺しているのだ。分かりやすいね。ここで気づくのがこれまで蹴った3パターンの軸足の位置が全て同じだということ。ピクシーはこのことが自分の特徴だと語る。 It's very important. The ankle of my left foot is always on the center of the ball. そう、ピクシーのフリーキックの秘密は実は軸足にあったのだ。ここでフリーキックを専門に研究する浅井先生に改めて分析してもらった。専門通常であれば、ボールよりやや後ろ側に置いてですね、体を少しのけぞらったような形でボールを受けるんですけども、彼の場合はですね、非常に深い位置でカウンセルぐらい軸足のくるぶしのあたりにボールを置いてですね、蹴るという非常に一つの特徴があると思います。全てのキックが同じ軸足で、蹴られるわけで、キーパーにとっては非常にどのキックを使うのか、どちらのコースを狙っているのかということが読みにくいと思いますね。軸足のくるぶしをボールの中心に、ここに秘密があった。さらに彼のキックの特徴の一つは同じポイントを同じスイングで蹴れるということですね。ボールの中心から2センチぐらいのところを同じスイングで蹴ってくるということで、同じボール回転数、同じボールの速度のキックを、繰り出すことができるということだと思います。でこのような複雑な運動をですね、身につけるためにはやはり正しい動きを、自分のイメージ、自分の運動感覚で反復して身につけることが大事なんですね。反復練習あってこその技術だと思います。そして浅井先生曰く、一流のフリーキッカーたちはなんと全員ボールの中心から2センチ以内を蹴っているという。それを外すと球に余計な回転がかかり球速が落ちてしまう。反復練習が重要である。 And this is my message to them. Don't lose confidence. Try, try, and try. 変わらない軸足、そしてボールの中心の2センチ内を蹴る。フリーキックの研究は続く。はい、勉強になりました。勉強になりますね。あの教材ちょうだい。あれちびっこは真似したいですよ。真似します。明日も真似してみる人が多いですよ、ね、2センチ以内って言ってましたね、中心から。そうですよね。初めてね、そういう2センチって数値が出てきたっていうのはね、具体的な数値がね、研究してる人を僕褒めてあげたい、はい、うん、すごいですよね。すごいですよね。いや、本当に勉強になるコーナーが、はい、新企画期待してください、ね、はい、さあこの後は、はい。